丈夫です。はい、それではよろしくお願いします。はい、和田というツールについて、発表をさせていただきます。タゴモリスと言います。まあ、タゴモリサトシという名前ですが、タゴモリスというアカウント名で、まあ、大体いろんなところでやってます。で、まあ、簡単に、自己紹介をさせていただきます と、ライブドアという会社で、去年の8月から働いているんですけれども、その前はISP 某 ISP の、まあ、業務アプリを書いたりとか、あとなんか某 SI やで、ハードウェアとかソフトウェアを、ミドルウェアとかを、まあ、なんかエンジ周りのエンジニアをやったりとか、営業っぽいことをやったりとかコンサルっぽいことをやったりとか、まあ、いろいろありまして、いろいろあって嫌になって、ライブドアにちょっとプログラミングしたいんで雇ってくださいって言って雇ってもらいましたという感じです。で、ライブドアに入ってからの仕事は、基本的にはシステム管理グループというところで、インフラ周りを担当するグループにいるんですけど、まあ、今この裏番組っていうか向こうが表番組だと思うんですけど、あの風風呂さんとかと、一緒のグループで働いていて、まあ、全体サービス全体の裏側の、バックエンドだとか、僕のやってる仕事だと特にあのログ周りの管理だとかいう話を、やっています。で、あと最近ちょっと兼任になった、開発支援室というところで、社内の認証系の周りのバックエンドを書き直したので、まあ、今日はその話をしますという感じです。で、まあ、これは昨日ちょっと LT で言いましたが、まあ、イスコンというの、イベントの中の人もやっていたりしました。まあ、興味がある人はちょっとお話はいろいろあると思うので声をかけてください。で、まあ、まず和田っていうのは何なのっていう話なんですけど、和田峠っていう峠が、東京の西の方にありまして、ここから撮ってますというだけです。で、和田っていう、スペルがちょっと違うんですけど、プロダクト名は和田っていうのは何なのっていう話なんですが、これはちょっと知り合いの人に、こっちの和田だと、あのググラビリティがすごい低いんで、そんなものをつけるやつはクソだみたいなことを言われてディスられたので、ちょっと H を適当に入れて変えました。で、和田っていうのは、まあ、上の方に適当なこと書いてありますが、これは適当につけた略称の元なのであんまり気にしないでください。で、マルチプロトコルオーセンティケーションオーサライゼーションツールということで、オーセンティケーションおよびオーサライゼーションをまとめて管理するツールということになっています。で、マルチプロトコルって書いてあるのは、まず認証の入り口ですね。クライアント側、まあ、各ウェブサービス側からの受け口として扱えるプロトコルを LDAP、まあ、基本的にはまず LDAP を実装したんですけれども、それ以外に OAuth だとか OpenID だとかいうウェブ関連のオーセンティケーションの口を用意して統一的に扱えるようにしましょうということで、あとバックエンドですね、後からお話しますけれども、認証のバックエンドを別途持ってますので、そちらもあの LDAP だとか、まあ、他にデータベースになんかユーザー名とパスワードを入れてある場合だとか、そういう場合にも対応できるようにしようという形で、そういうふうに入り口と出口をプラグアブルな形で、実装をしてあります。とはいうものなんですけど、バックエンド と、フロントエンドを実はまだ LDAP と、あとテスト用のいくつかしかちょっと実装していなくて、残念ながらマルチプロトコルってあの題名に書いてあるんですけど、まだです。で、OAuth だとか OpenID だとかの認証に関してはどっちにしろちょっと社内で使う予定があるので、まあ、そのうち作るので、そちらにご期待の方はもしおられましたらお待ちくださいという感じです。はい。で、和田っていうのをじゃあなんで今更作ったのっていう話をちょっとまず最初にさせていただきますと、いろいろありますね。まあ、最近だとウェブサービスをその内部用として使うことは結構多いと思っていて、例えば Git ですね、GitLias だとか、まあ、なんか他のウェブサービス、ね、Wiki だとか、トラックだとか、まあ、そういうチケット管理、CI ツールで、まあ、バージョン管理システム、Wiki、まあ、ドキュメンテーションですね、そういったあのウェブ関連の、ツールを内部で使うときに認証をどうするかっていうのは結構めんどくさい問題になります。で、まあ、各それぞれ、組み込みのなんか認証ツールとかあったりするんで、それを使ってもいいんですけれども、まあ、大体なんかそのデータがあっちとこっちでなんか存在するアカウント名が違う、アカウントのセットが違うとかですね、あと、まあ、そもそもなんか新しく入ってきた人のアカウントをあっちこっちに登録していくのがめんどくさいだとか、辞めてしまった人のアカウントを削除とかですね、そういうことですごいいろいろ考えないといけなくなる。あと、まあ、各アプリケーション、まあ、特に社内で、独自に作った社内用のアプリケーションとかだと、専用の認証管理のですね、UI を用意するのがめんどくさくなって、まあ、なんか CUI で叩いてくださいとか、そういうちょっとプアな UI になってしまったりして、
ますます寸政で、まあ、管理が滞るというようなことが、起きたりします。で、あともう一つですね、あのパスワードを自分で持ちたくないというのは、動機としてはすごく大きいです。パスワードなんてどっかに一箇所あれば本当はよくて、それを各所で持ってしまったりして、で、まあ、各所みんなであの同じパスワードをですね、結局いろんなところに入れてしまったりすると、1個どれか漏れたりした時点で、まあ、全部のシステムがおかしくなるとか、あるいはなんか使う側がですね、適当にその場その場でパスワードこれはこれで入れようとか思ってると、まあ、大体忘れるので、あのこいつはこれじゃなかった、こいつはこれじゃなかったっていう、なんかめんどくさいことが起きたりします。あ、まあ、これは、あとさっきちょっと言っちゃいましたけど、あと入ってくる人辞めた人の管理なんかもめんどくさいですねっていうことですね。で、パスワードのじゃあ、統一した、リポジトリってどっかにあるのっていう話なんですけど、アクティブディレクトリーって結構 あちこち使われてると思うんですけれども、あの社内の認証系でアクティブディレクトリー使ってるっていう人います？あんまりいないですね。あ、じゃあ他って何かあります？あ、まあちょっとそれ後で何かあったら実はお聞きしたいんですけど、あのアクティブディレクトリー、とりあえず僕の経験だったアクティブディレクトリーばっかりだったんで、まあ、アクティブディレクトリーのことだけとりあえず考えればいいかなと思ってたんですけど、で、まあ、アクティブディレクトリーをじゃあどこが管理してるかっていうと、これも僕の経験からすると、みんな人事部が管理してるんですね。で、人事部が管理してると何ができないかっていうと、あのデータがどんな状態になってるかっていうのを僕らエンジニアの側からあのコントロールができない。で、まあ、なんかデータ構造がなんかおかしいんで、ツリー構造になっているはずなんだけど、なんかそのツリー構造がちょっとおかしいんだけどとか、あのなんかあるべきはずの属性情報がないんだけどとか、まあ、そもそもなんかメールアドレスとしてなんかおかしいデータが入ってるんだけどとか、あとそうですね、あのアクティブディレクトリーサーバーにアクセスできるそのサーバーですね、アクセス元のサーバーがもともと ACL でなんかすごいガチガチに切られてて、あの新しいサーバー追加しようと思うと、まあ、その度になんか申請しないといけなくて超めんどくさいとか、そういうことがものすごくいっぱいあります。で、あんまりだからこのアクティブディレクトリーべったりな構造だとか、アクティブディレクトリーにデータ追加すればいいじゃんっていう形にはなかなかならないという問題はあります。で、そういうことで、じゃあ何が欲しいのっていう話をすると、まあ、アクティブディレクトリーでもちろん頑張ればできるんですけれども、誰がどういう属性を持っているか、誰はどのサービスにアクセスをできていいのかっていう情報を、まあ、システムエンジニアの側から簡単に付けたり落としたりできるようにしたいんですね。新しいサービス1個立ち上げる、まあ、社内サービスを1個実験的に立ち上げるたびに、そのいちいち申請とか通していたらもうキリがないので、そういったことを我々の手元でできるようにしたい、まあ、なんか新しいサービスを作ったりなくしたり、あるいは新しいサービスを作ったりした時に、新しく人が入ってきた、あるいは誰かの人がちょっと仕事が変わったりした時に、この人はこのサービスにアクセスできますよっていう権限の、付与だとか、まあ、削除だとかということをまた気軽にできるようにしたいいうのもあります。で、あとパスワードの、管理をしたくない。で、我々の手元でパスワード、もちろん、認証の受け口が一つであればそこでパスワード全部管理すればいいじゃんっていう話もあるんですけれど、ただあのパスワードっていうのは実際にはそこで使われるだけじゃなくて、あのアクティブディレクトリーがもし裏側にあるんであれば、その Windows の共有アカウントの、パスワードがまた共通だったり、あとまあなんか、まあ、多分皆さんの会社にあると思うんですけど、なんか人事関連の、勤怠管理システムのパスワード、アカウントとパスワードだとか、まあ、そういうのもあったりするんで、そういうところに今全部使ってもらうっていうのはなかなか難しいので、基本的にはだから裏側にある何かアクティブディレクトリーとかそういうものにパスワードを預けて、そこに聞きに行くっていう形で解決をしたい。で、そういうことにしておけば、あの誰かが、まあ、ある日ちょっと残念ながらいなくなってしまいましたとかいう時に、あの我々の方でそれを検出してパスワードの、メンテナンスをするとか、そういうことをしなくてよくなるというの、メリットもあります。まあ、そういうことは大体多分人事部が一番よく知っているので、そちらに任せてしまいましょうということですね。で、もう一つはそのプロトコルとして、一つだけ、あるいはなんか決まったどれかのプロトコルだけっていうのは、やっぱりいろんなツールを使う上ですごくあの事情を合わせにくいという面がありますので、そこに関しては、まあ、ウェブセントリック、要するにウェブ系のなんかオープン ID だとかオースだとか、まあ、あるいは何か他に方法があれば他のものをいくらでも追加できるようにしておいて、我々の、まあ、大好きなウェブサービス、ウェブツールから、連携しやすいようにしておきましょうねということが、狙いとしてはあります。で、ということで、WADA っていうツールを作りましたという話です。で、いくつか書いてありますけれども、まずオーソライゼーションとオーセンティケーションですね、をここでは一応、をどこにデータを持つかっていうのを明確に分離をしてあります。オーソライゼーション、つまり権限情報ですね、誰が何にアクセスしていいか、
という情報に関しては、この和田というツールが一括して自分のデータストア、裏側に MySQL がいますけれども、そこに持っています。ということで、アカウント名と権限情報に対する、対応ですねはここに全部あります。で、オーセンティケーションデータ、ユーザー名のユーザーのアカウント名とパスワードですねの組み合わせでオーセンティケーション、つまり認証を行うことになりますけれども、これに関しては外部のデータソースに常に問い合わせるという形になっていて、今のところはまず LDAP、 LDAP だと、普通のいわゆる LDAP サーバーと、あとアクティブディレクトリも LDAP での応答を持っていますので、そこに対しての問い合わせができるようになるという形になっています。で、クライアントアクセスからの、プロトコルですね、要するに各ウェブサービスの認証が、各ウェブサービスがどういうふうに話題に対して認証情報を問い合わせるかですけれども、これは今のところ LDAP のみという形になっていますが、OpenID とか OAuth に関しては使う予定があるので、さっきも言いましたが、追加するつもりです。で、コードはちょっと一番下見にくいですけど、 GitHub に今全部置いてありますので、もし興味のある人はお使いくださいと言いたいところですけど、 OpenID とか OAuth に関してはちょっと待ってから試された方がいいと思います。で、一応もう LDAP に関しては、うちの社内システムで、使っています。で、ちょっと後でもう出てこないので簡単に言いますと、プロキシですね、社内のプロキシサーバーというのがありまして、例えば各サービスの、実験用サーバーへのアクセスとかはそのプロキシを踏み台にして行うんですけれども、そのサービス、プロキシサーバーの認証は MODOS NZ LDAP というのを使って LDAP サーバーに問い合わせる形にしていて、その受け口が今この WADA というツールになっています。で、WADA のデータですが、すごい単純で基本的には2つしかありません。アカウントって、アカウントネーム、これ文字列です、アカウント名の文字列ですね、とプリビレッジっていう、ラベルの文字列になっていて、これ一番下に書いてあるより、基本的にアルファベット大文字で全部作る、書くんですけれども、あとは間に、プラスが入ったりとかいう形で、簡単な階層構造を表すようになっています。これが構造なんですけど、あんまりこれは多分見てもしょうがないと思うんですが、簡単に、コアの部分はもう見てもしょうがないんで、簡単に言いますと、この LDAP のバックエンドハンドラーっていう、この部分ですねの、は、今LDAP バックエンドハンドラーは実践で書いてある通り、現状実装されているんですけれども、その下側にある、アザーハンドラー、OpenID だとか OAuth っていうところは、実装して、プラグインというか置き換える形で、突っ込めるので、同じように、同じデータが同じように使えますよという構造に、なっていて、そういう形で最終的に実装がされる予定です。で、あ と、管理用のウェブアプリケーションだとか裏側のバックエンド、これだと今 LDAP に、パスワードというか、オーセンティケーションですねを、問い合わせる形になっているので、エクスターナル LDAP っていうのが一番右側、ここですね、ここですね、はい、にあるような形になっています。だから基本的には一番左側、クライアントから来た、クエリを、権限情報をまずチェックした上で、一番右側、のバックエンドに、オーセンティケーションを投げると。で、オーセンティケーションが通ったら全部通ったので、一番左側に対してまた応答を返すという形の構造になっています。で、ここまでパールの話が一切出てきてないんですけれども、LDAP での実装をするにあたって、OpenLDAP サーバー、SlapD に、実はパールバックエンドというのがありまして、パールのコード、パールのモジュールを指定すると、その OpenLDAP に、OpenLDAP サーバーに来た、リクエストに対応した、そのパールのモジュールのメソッドが呼ばれるという構造があるんですね。で、これを使うことで、今のところ、LDAP のプロトコルに対する応答っていうのを全部 実装しています。で、自分でサーバーを書くのもあったんですけれども、ちょっと LDAP って結構いろいろ面倒くさいプロトコルなので、そこはちょっとサクッと諦めて SlapD に乗っかる形にしました。で、そういうのがあるんで、OpenLDAP サーバーの設定としては一番下に書いてある通りですね、データベースとして Parl っていう書いておくと。で、どのサフィックスに来たらそのモジュールに行くかっていうのを書いて、あとパールモジュールのパス、パールモジュールが入っているディレクトリのパスと、そのスラップ D パールバックエンドの、問い合わせ自体のメソッドを起動するモジュール名ですねを書いておくということで、そのモジュールが呼ばれて、パールのコードで、LDAP の、クエリを受け取れるというような形になっています。
で、これは管理画面ですね。管理画面は、管理画面使いにくいとやっぱり結局その権限のメンテナンスとかがですね、縛られちゃうので、そこに関しては一応やりやすいようにということで気をつけたりはしています。基本的にはもうこの画面一つだけで、どうしようか、見せようか、あんまりないか、とっ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 と、どうしようか、よいしょ、でか、ちょっとでかいですね、よいしょ、まだでかい、ちょっと、まあ、こんな感じの画面でですね、これでなんかタゴモリスという人はこういう権限を持ってますねとか、この権限をこいつに与えたくなければ、じゃあ拒否しようとか、拒否デモとかやるもんじゃないですね。おう、認証が、よいしょ、はい、タゴモリスという人に LD プロキシ、すいません、これはライブドアのプロキシっていう、ラベル名なんですけど、今許可されているものを許可したければ、まあ、許可しましょうね、あ、拒否したい、拒否したければ拒否しましょうねという形で、今デナイドとなってますね。で、チェッカーが一応あるので、この人って今これ実行できるんだっけっていうと、あれ、あ、すいません、これデフォルトアローになってるからです。めんどくさいな。はい、この例えばこの、常に、拒否、まあ、常に拒否する権限っていうのが何で必要かっていうのは、権限名の移行だ時とかにいるんですけれど、まあ、これはできないですか聞くと、まあ、この人はこのアクセス権限にアクセスできませんねっていうチェックができたりとか、あとはこの辺で、データの許可拒否だとか、新しい権限名の、追加、あるいはユーザー名のラベルの追加というようなことができるようになってます。てか基本的にはもう機能はもう全部これだけで、あとは認証するしないだとか、対応するプロトコルを増やす増やさないというような、形の、まあし、まあ、形としては極めてシンプルなアプリケーションになってます。はい、で、時間がないのでまとめますと、で、まあ、そういうシンプルな、わりかし形としてはシンプルなツールを作りましたが、じゃあ次に何をやることを考えているかといいますと、OpenID だとか OOS の対応というのはまあやるとして、あと権限名が増えてきたときに UI はちょっともうちょっとどうにかしないといけない部分があるので、そこはやりましょうというだけです。で、これはまあちょっと皆さんにお聞きしたいんですけれど、あとパスワードのデータソースって他に何があるんだっけっていうのを、まあ、ちょっと僕の手元で全然思いつかないんで、何かあるっけっていうのをお聞きしたいんですが、 NIST とか RDBMS とか使ってる方いらっしゃいます？あ、何使われてます？ NIST、 そちらの方は MySQL に認証用のデータを全部打ち込む。あ、じゃあやっぱりこの NIST と RDBMS って書いてあるあたり、他に何かちょっと思い当たる方っておられます？はい、おお、なるほど。それがオープン DS がなくなって、でもオープン DDS もいくよっていうアナウンスがされてて、難しい話ですね。はい、ああなるほど、わかりました。あんまりまだちょっと数はいなさそうな感じですね。はい、まあ、ちょっとそのあたりは、対応しようかなとは思ってますという感じですね。で、あとパフォーマンスは、まあ、今やってみたところそんなに問題は出てないんですけれども、多分外部サイトとかいわゆる公開されたファブリックなウェブアプリケーションに使おうと思うと、もう全然多分足りないと思うんですね、パフォーマンス的に。で、まあ、ちょっともともとそういう用途で作ってないのであれなんですけど、まあやることがあったらその辺もやってみようかなと思ってはいますというような感じです。はい、話は以上です。ありがとうございます。ちょっと質問の時間があるので、はい、あれば1つ2つぐらい、はい、ちょっと待ってくださいね。
ユータサーチ受けてからの属性の取得とかもこっちのバック、パールバックで全部解決するしてる。そうですね、今のところは、LDAP サーチを、この話題に対して投げてくるクエリに関しては、まあ、これこれこういう形で投げてねっていうのを一応2つぐらい作っていまして、権限情報はフィルターの中に、and 条件をつけて、入れるか、あるいはサーチのベースのところに OU として、1つ入れておくかっていうような形になっているので、まあ、どんなアプリケーションでも一応そのどっちかでいけるかなと思ってます。はい、一つの ID に対してなんか複数の認証を投げるみたいな作りだっていうふうに認識してるんですけど、そのユーザー名ですかね、はい、が例えば社員番号とメールアドレスとみたいになっちゃってる場合っていうのは、前になんか一段かますような方がいいんですかね。それってあるんですかね。ですね、実際にはそのハンドラー、例えば LDAP の、クエリを受け付けて、それをそのまあ、和田のコアに渡すハンドラーっていうのを、サブクラスを作ることがで、サブクラスを作って、まあ、そこでカスタマイズができるようになってます。で、例えばライブドアの場合だと、単なるアカウント名の文字列では実はいろいろあって、裏のバックエンド LDAP バックエンドを投げることができないので、アカウント名っぽい文字列を受け付けて、メールアドレスっぽい文字列に変換して、でコアに和田のコアに渡すっていうような形の、フィルターを作ることが、まあ、それぐらいのフィルターだったら割と簡単に作れるようになっているので、そういったサブクラスを作って、サブクラスっていうか、まあ、サブモジュールっていうかを作って、実際にはそれで、スラップ D の、認証をポートをするいうような形になっているので、まあ、そういった形の簡単な変換であれば割と簡単にできます。ありがとうございます。ありがとうございました。もし他にあれば個人的にお願いします。、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。